茨城県道36号日立山形線は、茨城県日立市から、日立大宮市山形に至る県道である。茨城県日立市宮田町の国道6号より分岐し、西の阿武熊高地を越えて、日立大宮市、山形まで東西に結ぶ、延長約 36km の主要地方道である。そのほとんどが、阿武熊高地の山中の道で、3カ所の山越えがある。 日立市内の区間は日立鉱山と大動脈である国道6号を結ぶ産業道路として開通した。戦時中は軍需物資を宇都宮方面に運ぶ路線として整備が進んだ。当初は鉱山電車と並走していたが1960年に電車が廃止されるとこの土地を統合し現在の広さの道路となった。その後、 路線の東廃合を経て、1982年に現在の日立山形線となっている。1989年には本山トンネルが開通。1993年には常磐自動車道の日立中央インターチェンジと接続し、日立市内と茨城県北西部を結ぶ主要道路として機能している。1982年11月1日。 全身にあたる県道日立大井湖線、県道山形重央線を廃止し、それぞれの一部を統合した新たな主要地報道として、日立市を起点とし、中郡山形町大和山形を終点とする区間を本路線として、茨城県が県道路線認定した。1995年の整理番号の再編成により、整理番号36となり、現在に至る。 日立大田市の国道349号や茨城県道33号日立大田大井湖線から海沿いに出るルートの中では道路の険しさと道幅などの道路改良状況が良いことと、なおかつ日立駅からの至近距離に位置し常磐自動車道、日立中央インターチェンジと接続する利便性の良さで全般に交通量は多い。日立市中里地区は 国道349号の中里バイパスが1991年に開通した時に新国道349号に接続し、中里地区の東剣道の旧道から国道349号、旧道までの区間は整備されなかった。国道349号旧道との交差点は押しボタン式信号になっており、東剣道の旧道側は点滅信号になっている。 日立大田市里見地区から水府地区の区間は里見大橋や流黒磯トンネル開通によって国道349号から龍神橋へのアクセス道路として整備されている。水府地区から金佐号地区の区間は整備されていない境外道路で崖から落石等の危険があるため連続雨量200ミリでの通行を止め規制がかけられている。道路法の規定に基づき 日立市宮田町同士下深尾議長官と、日立大田市上新沖町、同士中染町間及び、日立大田市中染町同士赤土町官は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。本山トンネル、里見大橋原木県道36号日立、 山形線日立大田市東染町沿線地域は、阿武熊高地を、九じ川支流の里川と山田川が作る谷まで刻まれており、大きく、日立市街奥、日立、中里、里見地区水府地区、水府地区金佐郷地区の3つの区域で区分できる。日立市街奥、日立、中里区間では、本山トンネルを境とする、標高差の大きな地形で、特に、 日立市街側は標高360メートル付近からら折りの道筋で海側の平地まで一気に下り、反対の奥、日立中里側の方が海側よりは傾斜が緩い。里見地区水府地区では里川の谷を里見大橋で渡り、山を竜黒磯トンネルでくぐれば、主要な区間は標高150メートルから90メートル付近で変化する。 比較的緩やかな山間の人里が続く。水府地区金佐号地区は本領線の難所で、険しい山と深い谷間の斜面を削って作られた山林の緑濃い山道の区間である。道路も東高線に沿って曲がりながらの標高80メートルから200メートル付近での上り下りで削った斜面は崖となっている。本山の一本杉福音、曲線半径。 勾配その他道路の状況により最大積算4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。国際会場コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のこと。ABC 道路の区域決定茨城県法号外第225号ピアニッシモ23 ABCDE 茨城県道路現況調書平成26年4月1日 現在、ハット AB、県道路線の廃止、茨城県方号外、第225号、ピアニッシモ、3、4、県道路線の認定、茨城県方号外、第225号、ピアニッシモ、1、2、道路の供用開始、茨城県法、第28号、P10、道路の供用の開始、茨城県法、第106号、P4、道路の区域の変更、茨城県法、 第569号 P4S、道路法第56条の規定に基づく主要な、都道府県道及び指導平成五年5月11日建設省、国時代1270号、建設省県道の路線名及び、整理番号の変更茨城県法、第637号3月30日より、道路の共用の開始、茨城県法、第683号、 P4 車両制限令の規定に基づく道路の指定茨城県法第1139号ピアニッシモ61道路の区域の変更茨城県法第1344号ピアニッシモ2021道路の区域の変更茨城県法第1353号 P9 道路の共用の開始茨城県法 第1563号 P26、車両制限令の規定に基づく道路の指定及び、車両の通行方法の指定、茨城県方号外第16号、ピアニッシモ12、車両制限令の規定に基づく、国際会場コンテナ車の重量及び長さの最高限度を引き上げる道路の指定、茨城県方号外第16号、ピアニッシモ38、 道路の専用を制限する区域の指定、茨城県法、第2980号、ピアニッシモ1828、ありがとうございます。